確かこの辺に。あ、見っけ。あれあれ、あれだよ。あ、あれね。ちょっと。このエセウサギが。あんたはドクターステイン。ほう、まだ覚えとったと見える。ま、そんなことはどうでもよい。この本もらっていくぞ。冗談じゃないわよ。なんであんたなんかに。なんかバイオレンスの知り合いだね。綺麗に入ってたよ、今の蹴り。ああ、あいつは昔からこうなのよ。まったくもう。ふーん、大変だね。ま、それはさておき。ドクター、その本うちたちに返しなさいよ。そんなに欲しけりゃ力ずくでおいで。まあ、うちのランケな勝てっこないやね。おお、よくも言ってくれたわね。こうなりゃ、フリッツで勝負よ。えへへ、やるぞ。よかろう、軽く遊んでおあげ、ランケ。はい、ドクター。渡しません。気楽に行こうよ。
部屋だね。シーン、試験官に聞こえたらどうすんのさ。ねえ、ここなんでこんなにたくさんテレビがあるの？それは、あ、ユサわかんないんでしょう。わかるわよ、それくらい。知ったかぶりは良くないな。もう本当に知ってるんだから。かしましいわよ、お前ら。あんたたち昨日のデコボココンビだ。誰がデコボココンビじゃ。昨日は遅れを取ったが今日はそうはいかんぞ。どうやらうちらと一緒に受験するみたい。ま、とりあえず始めよっか。受かってみせます。ま、頑張ろうよ、互い。素晴らしいスペック。やっほー。イエーイ。フリッツです、スピカ。いい感じじゃない？ランジもさ。私もやればできることを証明したい。そうよ、やっぱ二人で合格しなきゃ。出来損ないなんかじゃない。わーい、合格合格、やったやった。なんか意外と簡単だったね。そういや、あのデコボココンビは？みっけ、昨日はごめんね。リサがいたずらしちゃってさ。そんなことしてない。いえ、気にしてませんから。これに懲りず、またうちに遊びに来てよ、ね。はい、必ず。それでは。なんか暗い子だよね。うちの家なんだけどな、あそこ。